はい、どうもこんにちは、きなです。ついにね、マジンベジータの情報プラス、新しいフラグメントも来てるんかなと思うので、そちらのね、解説動画やっていこうかなと思います。はい。マジンベジータ、クソかっこいいけど紫属性なんだね。うわ、やばいな。最近のイベントさんのキャラのイラスト、マジで神ですよね。はい。ということで、見ていこうと思います。マジータ、紫の防御タイプということですね。はい。サイヤ人。スーパーサイヤ人2ベジータ持続イベント限定ということで、村染めの候補をイベントキャラでどんだけ出すんですかって話ですよね。はい。ということで、見ていきましょう。大気射撃、普通で必殺が、一つ属性の大ダメージ、プラス、発動時自身の必殺用ダメージ 25% アップ。これは、まあ、正直あんまり強くないと思いますね。大ダメージだし。はい。で、特殊。これが面白いよね。自身のバニシングゲージ 50% 回復、自身の能力低下、状態異常の発生を無効化。の15カウント付与ということですね。で、これ無限に使えるの？バニ回復 50%、 それ強くないか。はい。 50% 回復ってまあまあでかいと思うんですけれども、特殊で無限に回復できるということで、これは非常に面白いですね。次に受ける自身の被ダメージの 20% カット付与ということで、これもまあまあ強いかなと思いますね。で、メイン、自身の体力 20% 回復、気力50回復、自身の手札リロード4枚、そして余ダメージ 40% アップの消去負荷、これは面白いメインですね。うん、 40% の消去負荷メインはかなり強力だと思います。で、リロードもまあ普通に強いで、回復もできるということですけれども、まあ特殊カバチェン無効がないっていうのがやっぱりちょっと寂しいところですよね。はい。あ、ちょっと待って、カンステで見てなかったわ。はい、貫徹で見ていきます。戦闘力、まあぼちぼちですね。で、 Z アビリティ、サイヤ人またはイベント限定または魔人ブー編来ましたねの、Z アビリティ持ちということで、なんとベジータ一族がないと。おお、なるほどね。ただ、魔人ブー編のね、上げということはやはり何か匂うものがありますよね。で、性能見ていきますが、バトル開始時、余ダメージ 80% アップ、火ダメ 50% カット、うん、いいですね。で、場に出た時、戦闘不能なバトルメンバー1人につき体力を 10% ずつ回復、そして余ダメージを 30% ずつアップで、気力回復速度を 50% ずつアップということで、まあ防御タイプだけれども味方が落ちていったら強くなっていくって感じなんか、まあこれだけ見るとどうなんかなっていう感じはしますけれども、マックスで60の80乗って140ついて、まあメインで180まで伸びるって考えたら結構強そうで、こちら敵の攻撃終了後、自身に以下の効果を発動すると、余ダメージ 20% アップ、受けたダメージの 30% 回復。これは強いね。うん。回復系は強いです。で、自身が場に出てから5カウント経過後、自身に以下の効果を発動と。特殊アーツカードドロー。いいね。特殊このキャラめちゃめちゃ強いんで、ありだと思います。で、気力を30回復、そして必殺余ダメージ 20% アップっていうことで、まあ、かなりなんか、癖ありそうなキャラではありますが、特殊ヒットにね、余ダメージも結構乗る防御タイプということで、かなりね、面白い性能になっているかなというふうには思います。ただなんかゴジータとかイベトラとかみたいな感じで、見た時パッと強いなって、めちゃめちゃ強いなっていうふうにはちょっと感じなかったかな。ただ、使ってみないとわからない性能めちゃめちゃあります。なんで、かなり期待できるかなというふうには思いますね。火ダメもまあ、しっかり持っていて、うん、普通にまあ優秀なんじゃないかなっていう風に今は見立てておりますが、どんな感じかは本当に使ってみないとわからないです。はい。ステータスとか見てみても、まあそんなに戦闘力めちゃめちゃ高いってわけじゃないし、攻撃数値とかはまあ普通ですね。防御タイプだけど割と普通めで、防御面はあんまり僕数値わかんないんであれなんですけれども、特殊積むとね、まあ、ヒラメ 70% カットなんで、かなり硬くなるかなというふうには思いますんで、まあ、耐久面に結構寄ってくるかなというふうに思いますね。うん。ヒラメージ 30% の、回復効果もあるので、かなりまあ、硬いキャラだったら、まあ、その回復効果も生きてくるんでね、優秀になってくるかなっていうような好評でございます。ただまあ、やっぱり、特殊は多分かなりね、イベントさんの中では、壊れ気味な方だと思いますので、そうだな。コストもそんなに高くないし、めちゃめちゃこれは優秀だと思う。はい。そんな感じの好評でございました。まあもちろんね、マベジ、早速ね、使ってみた動画とかもガッツし、3時からね、あげたいなと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、
まあ、続いて見ていきましょうか。フラグメントなんですけれども、どうなんだろう。あ、ちょっと待って、フィルターかけてた。ユニフラとかは追加はされてないかな。はい、されていないですね。はい、まあそれは良しとしてですね、なんか覚醒フラグが増えたって聞いたんですけれども、どれだろう。通常のフラグメントも多分増えてないよね。わかんないですけど、はい。何か、あ、これだわ、これ新しいわ多分。いやー、何なんだろう。最近のねフラグメントはかなり強力なアビリティ持ってるやつが多いんで、めちゃめちゃ重いですけれども、期待していきたいところではあるけれども、はい。ベジタ一族の防御タイプにつけられる、まあ、結構絞られるかな。体力控え復量の 10% アップ、基礎打工の 10%、 必殺矢ダメ 10%、 基礎体力 10% ということで、まあ普通に通常フラグにしては強いよねっていう感じですね。これマベジ用だと思うんですけれども、あの新しい、地下の大会編の変身ブルーベジータって防御タイプでしたっけ。ちょっと後で見ようと思いますけども、あれが防御タイプだったらこう地につけた方がいいんじゃないかなっていうふうには思いましたね。はい。で、覚醒フラグメント、これかな？神と融合。あ、このタイミングでナメック星人の、新しい覚醒ユニフラということですね。基礎打防の 20%、必殺ヨダメの 10%、そして、打光と射光の 20%。高っ！高っ！ナメック星人ってかなりね、絞られるんで、こう3スロット目がぶち壊れの内容となっているかなというふうに思います。なんだこれ、 40% 上げのスロ3の覚醒フラグは初めてなんじゃないかっていうレベルですけれども、はい、非常に強力だとは思います。はい、まあぜひね新しいピッコロとかにつけてください。な感じですかね。覚醒フラグの追加は多分これ以外ないと思うんで、まあ、今回の覚醒フラグはちょっと休めそうかな。なんで、厳選動画多分上げないと思いますね。はい、だから超時クラッシュでいっぱいメダルを今回は集めておこうと思います。はい、てな感じですね。めちゃめちゃ、何もないね水曜日かなっていう風に思っていたんですが、マジンベジータがねついに登場するということで、期待していきたいところです。でベジータ防御タイプだっけ。あ、防御タイプですね。じゃあさっきの紹介したゴールドフラグメントめちゃめちゃ優秀だと思うんで、ぜひつけてください。あれ何で入手できるんだろう。多分新しいマジンベジータで遊べるイベントステージで手に入ると思うんで、まあそこら辺また分かったらね、どっかで紹介するかもしれません。はい、そんな感じで、今回はねついにマジンベジータがね性能解明したということで、ガッツッとね紹介していきましたが、かなりね使うの楽しみなキャラクターになってきました。はい、まあただベジータ一族の紫枠どうなってくるかっていう話ですよね。まあ一応反転キャラなんで、紫の極ベジがね、まあ紫2枚とかも全然ありだと思うし、それこそ、完全村染めとか赤村染めでも入ってくるキャラかなというふうには思いました。ということで、今回の動画を終わりましょう。お疲れ様でした。